もしかしたらこれって本当？と思うのが大事です。ようこそ。みそぎの玄米、龍神の力を宿すユニワの実りを発芽玄米にして、白米とハーフ&ハーフで炊いたご飯が美味しすぎて、晩酌した後寝る前についついまた食べちゃった予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。裏組織に消される前に見てについてお話します。あなたは今社会で起こっていることがなぜなんだろうと疑問に思ったことってありますか？政府やメディアが隠している真実があるとすれば、それを知りたいと思わないでしょうか？今日の動画は今後公開できなくなる可能性もありますので、ぜひ高評価を押して保存しておくことをお勧めしたいと思います。今日は今起こっていることに対しての一つの見方をお話していきたいと思います。今の時代、現代人が一日に触れる情報量というのは江戸時代の1年分と言われていて、また平安時代においては一生分と言われています。そのような膨大な情報にさらされていて、私たちはその中で全部を受け取ることができませんので、取捨選択していくことになります。その中で私たちはその情報に踊らされず、自分自身で判断できるようになる必要があります。そうしないと誰かに支配され、コントロールされ、搾取され続けるということになってしまうんです。だからこそ今の時代、大切なのは自分軸という自分のブレない軸が大事になります。今膨大に降り注いでくるメディアからの情報や SNS による情報、そういったものを全て鵜呑みにし続けていると、自分自身の意思や判断力を失ってしまい、最終的には自分の人生を他人任せにしてしまう、他人が自分の人生を自由にコントロールできてしまう、そんな怖い状況になりかねません。これは今実際に見えている YouTube の動画などもそうだと言えます。 YouTube を見る人は YouTube の動画を自分で選んで見ていると思っています。ですが実際には AI により見させられている、これが正しいです。人生までそのような状態になってしまったら、あなたはあなたの人生を生きていないとも言えてしまいます。私たちは自分で判断しているし、ちゃんと情報を分析して知っているし、大事なことは分かっていると思いがちです。でも実際メディアが隠している部分があったとしたら、本当の真実は見えていないということになります。メディアが隠していることなどないと思っている人がほとんどで、実際に報道されない部分は現実にあるにもかかわらず全部知っていると思ってしまう。そして自分が見させられている光景、その光景に慣れていき、それが当たり前になり、繰り返し繰り返し見ることで、今日お伝えすることなどがそれが間違いない、正しいと信じ込んでしまうんです。実際には検証もしてなければ確認もしていない、体験もしていないのに、あたかも知っていると思ってしまいます。頭だけで思い込んでるんです。だからこれはやばいんです。その状況は変わらなければいけません。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは政府やメディアが隠している真実を掘り下げて理解します。自分の中でそれに気づいた時に、今まで疑いもしてなかったところに実は真実ではないものを信じていたということを知ります。そしてそこに気づき、真実じゃない可能性を知ることによって、自分の中に作ってしまった間違った思い込みを修正するチャンスになります。そのチャンスがあることで、あなたは他者からの束縛やコントロールから自由になれる見方を手にできるんです。今後あなたが真実ではない情報に振り回されることなく、自分の人生をしっかりと歩いていくための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご視聴ください。今現実として見ている中で知っておくべき視点、それをお伝えします。今からいくつかの事象について深掘りして、それはどういうことなのかを考えていきたいと思います。おそらくこの見方は新聞とかにも載っていませんし、テレビで語られることもない、そんな情報ですので、これも頭から鵜呑みにするのではなく、その見方してなかったなと思った場合は、もう一度あなたの今知っていること、理解していることをリセットして、本当はどうなんだろうという見方ができるようになってほしいと思います。では今社会に起こっているいくつかの事象について考えていきましょう。新紙幣に変わった。7月から新紙幣が発行されました。
この目的として財務省が発表しているのは偽造防止ということとユニバーサルデザインにしていくことと発表されています。でもこれって本当でしょうか？ここ最近で偽造紙幣のニュースとか見たことありますか？ないんじゃないでしょうか。偽造紙幣のピーク、これは平成16年になります。平成16年1年間で見つかった偽造紙幣の枚数、それは2万6000枚弱、すごい量の偽造紙幣が出ていました。それに対して令和5年、去年1年間で681枚です。これって 97% 以上減少しているんです。今は銀行決済やカード決済、そして電子マネー決済などが進んでいき、紙幣をそもそも使わなくなっていってます。今6割が現金とされていますけれども、この割合はこれからもさらに下がっていく方向になる、それは間違いありません。その中でこの新紙幣発行が理由が偽造防止、去年1年間で681枚、その偽造防止のために今回新紙幣発行におけるコストは1兆2600億円と発表されています。それ本当に偽造防止が必要なんでしょうか？考えたことってありますか？財務省という省庁はこの後でもお話ししますが、プライマリーバランス黒字化目標といって、お金を使うことには厳しくて、税金を取り上げることには熱心な、そんな省庁です。そこが1兆2600億円もコストをかけて、なぜ新紙幣を推進しようとするのか、おかしいと思いませんでしょうか？僕はこの新紙幣発行が悪いと言ってるんじゃないんです。理由がおかしいと思うんです。政府がコストをかけて新紙幣を発行するということは、政府が1兆2600億円を支払ったとすれば、それは民間がその仕事を受注しています。すると民間に所得が生まれ、その所得は循環していき、経済が潤います。だから新紙幣発行なんかもったいないからやめろというつもりはありません。ですが、日本が世界中の天才物理学者を集めて素粒子物理学の発展のために誘致しようとした国際リニアコライダー構想というのがありましたが、それを誘致することによって大きな経済効果が見込まれたのに、財務省はそのコスト7000億円のために反対したんです。おかしくないでしょうか？今回の裏目的としてタンス預金をあぶり出すというようなことが言われたりしていますが、今までの紙幣も使える以上はその効果はないと思われます。ただし今現金による決済をされてしまうと、その痕跡を追うことができません。誰がどこで何のためにどう使ったのかが分かりません。でも預金口座決済、カード決済、電子マネーというキャッシュレスになれば全部補足ができます。つまりマイナンバー制度と合わせて国民を丸裸にする、その一環であれば納得がいきます。だとすると、うがった見方をすれば、今回の新紙幣は1枚20円ぐらいのコストがかかっているらしいんですけれども、そのコストの中にチップを埋め込むというのが入っていてもおかしくはないな、ということも考えられなくはない。そうだと言ってんじゃないです。そうかもしれない。でももしそうであれば、どこに現金があるのか一目瞭然になります。これは長期戦略的な国民から取り上げる仕組みを作るという意味ではありえないことではないと思われます。では続いてマイナンバー制度。当初は任意だったマイナンバー制度がいきなり義務化します。このマイナンバー制度は国民にとって何の役に立つと思いますか？あなたはマイナンバーカードを作って嬉しいですか？特に嬉しいことなんかないんじゃないでしょうか。もしあるとすれば、ポイントがもらえるというようなことじゃないでしょうか。ではなぜポイントを上げてまでマイナンバーカードを作らせるのか。それは完全に国民の丸裸化を意図しているとしか思えません。マイナンバーカードに全ての預金情報、資産情報、そして決済情報が入ってしまえば、マイナンバーでその人がどんなものが好きで、どんなものを買って、どんなものをどんな仕事をしているのか全部分かってしまいます。資産状況を把握することが支配の大条件です。そのような完全支配を意図してのマイナンバー制度としか思えません。健康保険証と一体になることで、センシティブな健康状態の情報までも全て分かってしまう。そうなったら支配する側としては完璧な状態になります。続いてインボイス制度。
インボイス制度というのはかなり制度的に不完全なまま、しっかりとした国民からの意見吸収もなく無理やり始まってしまいました。インボイス制度導入にあたって岸田総理は増税ではないと公に発表していましたが、財務省が増税効果として金額まで言ってましたので、税収が増えるということは間違いなく増税です。正真正銘の増税であり、それを増税ではないと言って無理やり導入してしまう。完全にこの制度は弱い者いじめであり、今の日本人がおとなしくて従順なのをいいことにして強引にやってしまったことによってそれが通ってしまったというのが今回の事態だと考えています。そこで、あ、こんな無理してもいけるんだということで、マイナンバーカードの方に行ったんじゃないかなと思われます。少子高齢化対策、少子高齢化が今問題であるとして大きく取り上げるために担当大臣までつけて取り組もうとしているところを見せていますが、実際のところ何もできていません。そもそもお金は使わずに問題解決をするという方向性なので、まず無理です。不可能であり、ただやっているパフォーマンスだけです。今の少子化の最も大きな理由は、少子化の前に結婚しないことです。結婚をしない、結婚をすることに夢を抱けない、そして子供ができた後の生活ができないような社会構造、これが問題であって、最低賃金をいじればいいという話ではありません。少子化の原因は経済的な問題がほとんどのはずです。だとすれば、お金を使わずに解決できるわけがありません。例えば子供を産んだら一人何百万円、しかもそれは一人目よりも二人目が多く、三人目がもっと多いという形にすれば、もっと子供を作る人は増えます。そして教育費に関しても無償化していく。そうすれば問題は解決に向かい、将来の日本はより良くなっていくはずです。そして今のこの日本の状態の中では、具体的に子供が生まれるごとにお金を給付することによって、そのお金が循環し経済を高揚させる効果もありますので、少子化担当大臣などという権限もない大臣を作ったところで何の意味もない。つまりやらないのはやる気がない。どうも今経済を立て直してはいけない、日本が子供を産んで国力を上げていってはいけない、そういう理由がありそうです。では最後に、今までの根本になるような問題、諸悪の根源、それをお伝えしたいと思います。それはプライマリーバランス、黒字化目標です。今の政治のおかしいところは、全てと言っていいぐらい緊縮財政政策にあります。なぜ日本がデフレしているのか、それは緊縮財政するからです。その緊縮財政の理由がプライマリーバランス、黒字化目標。プライマリーバランスは政府、日本政府の収入と支出のお小遣い帳です。まずはプライマリーバランスがどういうことなのか説明しますので、こちらをご覧ください。プライマリーバランス、基礎的財政収支について理解をしてください。プライマリーバランスというのは、政府の収入と支出のバランスを言います。政府側の収入と支出、つまり政府のお小遣い帳だと言えます。それがこれなんですけれども、今プライマリーバランスは赤字です。政府は赤字であるということはどういうことかというと、政府が支出する、お金を出す、それが国民へのサービスです。例えば災害の救助、警察、地方への交付金とか、そういったものが国民へのサービスとしてお金を使っています。つまりこの国民へのサービス、政府が使うお金が大きければ大きいほど国民は豊かで潤うということになります。そして政府の収入は税金の収入、税収になります。この税収は大きければ大きいほど国民は税金を払うということになります。今の状態がプライマリーバランスが赤字で、国民に対して行政が、政府が支出しているお金の方が多いので、国民は黒字になっています。豊かになっている、それが今です。でもそれを黒字化しようと目指しているんですね。これがプライマリーバランス、黒字化目標です。プライマリーバランスが黒字化させようとすると、国民へのサービスを減らす、行政的な国民に対する支援をやめていく、削っていく、それがやろうとしていること。でもそちらは下げるにもかかわらず、税金は上げようとしています。つまりこのプライマリーバランス、黒字化ということが達成できたとしたら、政府が黒字で国民は赤字、つまり税金の取りすぎということになります。
それを今目指しているということなんですね。で、このプライマリーバランスの政府と国民との関係は、家庭で言えば親と子の関係とも言えます。親のプライマリーバランスというお小遣い帳と子供のプライマリーバランスお小遣い帳、これで見ると親が子供に1000円お小遣いをあげたとします。すると親は1000円赤字になります。そして子供は1000円黒字になります。でも親のプライマリーバランスお小遣い帳を黒字にしようとすると子供は赤字になります。つまり親のプライマリーバランスを黒字化するためには子供の貯めたお金を親が取り上げる。そうすると子供のお金はなくなるけれども親のプライマリーバランスは黒字化するということなんですね。つまり政府のプライマリーバランスを黒字化するという目標は国民から税金を必要以上に取り上げるということになります。そもそも政府の役目というのは国民のために通貨を発行し国民の豊かな生活を支えるというのが役目です。そのために国債の発行というものをするんですが、この国債の発行は国の借金と言われていますけれども、国の借金ではありません。政府が発行する通貨発行という行為、それが国債発行なので借金ではないんです。だから返す必要などないんです。通貨を今までいくら発行したかというのが今1200兆円を超えたというだけのことで、過去においてお金を刷ったその金額が1200兆円を超えてしまっているだけのことで、それが多いとか少ないとかそんなの関係ないんです。でもそれを国の借金と言って政府の借金なのに国の借金という名前にしてしまうので国民も借りているという勘違いを起こさせてしまい、その勘違いから国民はプライマリーバランスが黒字化しなければいけない、政府が赤字ではいけないと感覚的に思わされている、つまり騙されているということなんです。このプライマリーバランス黒字化目標に関しては未だに多くの人が騙されています。そろそろ目を覚まさないといけない時期だと言えます。いかがでしたでしょうか。少し理解が進んだでしょうか。政府のお小遣い帳を黒字にするということは国民のお小遣い帳を赤字にするということです。政府のプライマリーバランス黒字化目標、それが目指すのは国民から税金を必要以上に、使うお金以上に取り上げようということです。なぜそんなことをみんないいと思ってるんでしょうか。プライマリーバランス黒字化目標は大事だと思っている人が多いです。それは新聞でもそう書いてあるし、テレビでもそう報道されています。なぜそう思ってしまうのかというのは、今僕がお伝えしたようなことをほとんどの人が知らないからです。そして知っていたとしても国債を発行しすぎて日本経済が破綻してしまったら終わりだから、そうならないために国債を返済しなければいけないという理屈でプライマリーバランスを黒字化しないといけないと言っていますが、これは大きな間違いです。そもそも政府は国民のために通貨を発行して国民の豊かな生活を支えるのが任務、役割です。そのための機関です。ですから国債の発行というのは国の借金と言っていますが、国の借金なんかではなく政府の負債なだけです。つまり政府がする通貨発行と同じことです。借金じゃありません。だから返す必要なんかないんです。その部分を勘違いさせてしまっている。でも勘違いさせることが大事で、勘違いさせた上で政府がお金を使うことを渋るのは仕方ない、税金が上がるのは仕方ないと思わせてるんです。おかしいのがわかりますよね。未だに新聞を読んでいる人であればあるほどそう思っています。そろそろ目を覚まさないといけない。日月神事の神様もそうおっしゃっています。今日はいくつかのことについて新たなものの見方、一つのものの見方をお伝えしました。総じて言えることは、情報に踊らされずに自分で判断できるようにならなければいけない。そうしなければ国民が苦しみ搾取される、そのことが進んでいくだけです。そのためにも一人一人国民の中にしっかりとした筋の通った判断軸が必要になります。そのような判断軸を自分軸ということができますが、自分軸を明確にすることが大事なんじゃないでしょうか。そういう意味で自分軸というものが何なのかを説明をしておきたいと思います。自分軸とは、
自分軸というのは自分の中で一番大事にしたい軸、大事にすべきことです。すると自分が達成したい最高の理想というもの、その理想と今自分がいる場所、それをつないだ線、理想と自分の居場所をつないだ線、これを自分軸ということができます。すると究極の理想は何かというと、あなたが生まれてきた理由、神様があなたを生み出した理由であり、神様からご期待されていること、つまり天命地命我命というのが最高の理想だと言えます。そして自分軸というのは天命地命我命に向かってその線上ライン上にいること、それが自分軸に立っているということができます。天命地命我命についてあなたが初めて聞くかもしれませんので、簡単にお話ししておくと、まず天命はあなたが神様から生み出された理由、あなたがこの世の中に生まれてきてなぜ生きているのか、それが天命です。そして日本の地に日本人として生まれたのにも意味があって、日本の地に降ろされた神様からの命令、それを三大神勅と言いますが、その三大神勅を実現するためにあなたも僕も日本人として生まれてきています。つまり日本人であれば必ず向かわなければいけないゴール、使命、それが地名です。その三大神勅として神様から命令されているのは地球の次元上昇を起こすこと、そのために世界を愛でまとめなさい、鏡をお祭りしなさい、そしてお米を育て祭り食べなさいとおっしゃっているんです。そのような地名と天命に向かうような、私が人生において絶対に達成したい志、それを我命と言います。この天命地命我命を明確にしながら一生懸命そこに向かって生きていること、それが神様からのご期待であり、ぶれない自分軸ということになるんです。天命地命我命の見つけ方。では天命地命我命というものを見つけるためにはどうしたらいいのか。そのために大事なのは自己探求、これが大事です。もともと DNA というのは2条2つの二重螺旋でできていると言われています。ですが本当は人間には12条12本の DNA があるんです。物質界においては2条二重螺旋構造であったとしても、見えない体を覆っている霊体の部分、そこにあと10条の DNA があって、その DNA は全てを知っています。全ての地球の歴史、全ての真実、そして各人に与えられた神様からの命令である天命もその DNA に書き込まれています。ですから他を探してもあなたという存在はどこにもなくて、自分と向き合い自分の中から見つけるしかないんです。その自分との向き合い方について一つおすすめなことがありますので、ぜひやってみてください。それはエンドを決めるです。エンドを決めるというのは最後を決める、自分の人生の最後、死ぬ直前を決めるんです。自分が死ぬ瞬間、それを明確にイメージする。それによって自分が本当に求めているもの、何をすべきかということが見えてきます。まずあなたが死ぬ瞬間考えてください。どこででしょうか。例えば自宅でしょうか、病院でしょうか、どこでしょうか。まずどこでを考えてください。そして次には状況、そこには誰がいますか、あなたはどうしてますか、そこにいる人は何と言ってますか、そしてあなたは何と返答するんですか。それをまざまざとイメージしてください。そのイメージができたら、次に考えてほしいのは、今がその瞬間だったら、今その瞬間になってしまったとしたらどうなのか、後悔があるのかないのか、それを考えて、その後悔を今からしてください。後悔しない生き方の中に自分軸、天命地命我命があります。そしてその後悔を今すぐやろうとしてできるかどうかを考えてください。今すぐそれができないのであれば、何が足りないのか、どうなればいいのか、それを考えてそこに向かった道を歩く、それが天命地命我命に向かっているということになります。これは簡易版の天命地命我命の見つけ方ですけれども、もっと詳しくお知りになりたいという場合は LINE で友達になっていただいておけば、またご案内する時があります。しっかりと天命地命我命を決めるためにはメソッド、法則もあるので、それは天命地命我命発見プログラムというプログラムでご提供していますので、それも LINE でご案内する時があると思います。では今日の話をまとめましょう。今日は情報の
の処理の仕方、正しい情報、正しくない情報、それを見分けるための感覚感性を養ってもらいたいということで、様々な社会の今見えている事態について深掘りしてお話ししました。今情報が溢れ返っていて、何が本当で何が本当じゃないのかわからない、そのような状況の中で新聞やテレビが言ってるなら間違いないと思っている人がまだまだ多い。でもそうではない、そうじゃない意図があるとすればどうしなければいけないのかという大事なことをお伝えしました。今実際に起こっていることの裏側をうがってみた時に、こんな見方もあるという一つの見方をお伝えしました。今まであなたがそのような見方を持っていなかったとすれば、その一つの見方を得ることによってあなたは一つの覚醒をしています。その覚醒の繰り返しがあなたの成長であり、あなたの次元上昇につながっていきます。そのためにも、場合によってはこの動画を消されてしまうかもしれない内容まで踏み込んでお話ししました。今日お伝えした事象としては、新紙幣発行、マイナンバー制度の義務化、インボイス制度の強行導入、やる気のない少子高齢化対策、そして諸悪の根源ともいえるプライマリーバランス黒字化目標について詳しくお伝えしました。今日僕がお伝えしたことも、それが全て真実ということで捉えることなく、あなたなりに解釈咀嚼して、その上でこれからあなたが接する情報を鵜呑みにはせずに、まずはなぜそのような情報が流れてくるんだろうか、それはどういう意図があるんだろうか、それを考えられるあなたになってほしいなと思います。いきなりは難しいので、ちょっとずつだけでも大丈夫ですので、もしかしたらこれって本当？と思うのが大事です。そしてそのいろんな情報を取捨選択するためにも大事になるのが自分軸、自分の最高の理想と今の自分とを結んだ直線、その直線の方向性が自分軸であり、その最高の理想を天命地命我命と言います。天命地命我命はどういうもので、どういう見つけ方をしたらいいのかということもお伝えしましたし、簡易なやり方で自分を探求する、自分の沿道を決め、明確にイメージした上で、今すぐその状況になったとしたら後悔があるかないか、それを考えてほしいとお伝えしました。後悔があるのであれば、今後悔しないように進んでいくべきですし、もしそれができない理由があるんであれば、そのできない理由を解決していく行動がすべきことということになります。この現世においては一回きりの人生です。いつ終わりが来るかもわからないということは、僕もあなたも知っています。では明日があるのは当たり前ではない、ありがたいことである。だからこそ、あることが難しい明日、そして今日、もし何かがあって命がなくなったとしても後悔しない生き方をすること、これが課題なんです。そのために情報を取り入れた上で、自分のためにその情報を正しく使う、そうなってほしいなと思います。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には、素敵なプレゼント5つと天命地命我命の決め方についての重要な情報を LINE で配信したり、丹田活瞑想という真の瞑想法、悟りを自分の中に作る究極の奥義についての情報なども配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。みそぎの玄米であり、龍神の力を宿すユニアの実りの玄米を発芽玄米にして、白米とハーフ&ハーフで炊いたご飯、これがめちゃめちゃ美味しいんです。その前提として、しっかりとユニアの実りを拝み洗いをして、徹底的に洗いまくって、そしてそれを水につけて48時間、そうするとちょこんと角が出てくる感じになるので、それが発芽玄米で、栄養素が格段にアップします。その格段に栄養素がアップした玄米をフリーザーパックに小分けにして冷凍させて保存していますが、その冷凍米と白米を混ぜて炊いたもの、それがハーフ&ハーフご飯です。昨日は晩酌をして、まあそこそこ飲んだなっていう感じで、ちょっとお腹が空いたと思った時に、ついついご飯が食べたくて、そのご飯だけを食べました。
しっかり一口を200回噛むつもりで噛んで食べるとめちゃくちゃ甘くて美味しくて、そして寝る直前であっても胃に負担がかからないので、そのまますっと寝ることができました。本当に白米と玄米を混ぜることでもっちもちになり、炊く時に塩も入れるので塩気も美味しいんですね。栄養分も総合的にアップしますし、心も体も喜ぶ感じです。ぜひあなたもやってみてください。ということで、ではまた。